皆さんこんにちは。猫背専門チャンネル猫背のアジト、今日もご視聴いただきありがとうございます。理学療法士の小峰武明です。今日はですね、前屈改善だったりちょっともも裏が硬いよっていう方に必見の内容になっております。床面でハムストリングですね、もも裏の筋肉っていうのを伸ばしていくようなストレッチを一緒にやっていこうと思いますので、ヨガマットでも結構です、お布団でも結構です。ご準備の上動画を見ながら一緒にやってみましょう。ではですね、今日は3段階でハムストリングスを伸ばしていく方法をお伝えします。まずはレベル1ですね。四つ前の状態から右足を両手の真ん中持っていきます。もしこの姿勢が難しいなという方は外側でも結構です。手の外側でも OK です。一旦動画の中では手の真ん中に足を置いた状態での実施にさせていただきます。この状態からご自身で行けるところまででいいので後ろに引いていきましょう。この時にここですね、ももの裏側が伸びている感覚を感じながら10秒間キープします。それでは行きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、前に戻して1回楽にして、もう一度行きます。10秒間、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、前に戻して1回楽にして、もう一度3回目、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、一度楽にしましょう。そしたらですね、今度は後ろに引いていくときに前にある足のつま先を持ち上げてみましょう。こういう感じ、この状態で後ろに重心を引いていきます。もし余裕がある方はちょっと足の位置をよいしょよいしょよいしょって前に動かしていただくとより伸びを感じられると思います。それではいきます。後ろに10秒間、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、一度前に体重を上げて楽にします。つま先はできるだけ高く上げていきましょう。2セット目、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、戻します。3セット目、ラスト、つま先を高く上げてお尻をできるだけ後ろに遠く、先ほどよりも遠くに伸ばすように10秒間、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、結構です。1回足を楽にしていただいたら、最後の種目はですね、今の後ろに引いてつま先を上げた状態をこの形をキープしたまま足首だけを下に下げる練習、下に下げて、そうすることでよりここですね、しっかりと伸びてくる感覚を感じてみてください。では上に上げてお尻をぐっと引きます。つま先限界まで上げていったらつま先を前に倒していく。10回、1アップ、2上げる、3上げる、4上げる、5上げる、6上げる、7上げる、8上げる、9上げる、10上げる、はい、OK、 一回楽にして、あと2セットいきます。ぐーっと引いたらつま先アップ。では足首を前に倒していきます。せーの、1上げる、2上げる、3しっかり上げて、4回目、4上げる、5上げる、6上げる、7上げる、8上げる、9上げる、10上げる、はい、重心前。ふぅ、きついですね。ラスト1回、重心後ろ、できるだけ重心後ろ、つま先アップ。これでもも裏の張り感じてください。ここからつま先前に倒します。せーの、1上げる、2上げる、3上げる、4上げる、5上げる、6上げる、7上げる、8上げる、9上げる、10上げる、はい、OK、 少し重心前に持っていったらゆっくりと右足を引いてください。
足足楽にしてください。今度反対側の足いきますね。左足を手と手の間、もしくは難しい方は手の外側でも OK です。できる方は手と手の間に持っていきます。まずはお尻を後ろに引いていくだけ。いけるところまで引いて10秒キープ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。重心前に膝を畳みます。後ろに引きましょう。2セット目。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。重心前に膝を折り畳み、3セット目いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。前に持っていき、今度はつま先を上げて10秒間ですね。後ろに引いた状態でつま先をアップしていきます。できる方は足をちょっと前に出して。では行きましょう。ぐーっと引いていく。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。前に。難しい方、お膝曲がった状態でも結構ですので、ご自分のペースでやってみてください。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。前に倒して。ラスト3セット目。つま先ぐーっと上げて、お尻を後ろに引きます。10秒間。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。前に。それでは、レベル3ですね。上げた状態から、つま先を前、アップ、前、アップです。では、行きます。まず、後ろに引いて、つま先、アップ。この状態から10回いきます。せーの。1、アップ。2、アップ。3、アップ。4、アップ。5、アップ。6、アップ。7、アップ。8、アップ。9、アップ。ラスト10、アップ。そのまま重心前に。あと2セットいきます。重心後ろに引いて、つま先を上げます。では、足首を前に倒していきましょう。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、ラスト、10、重心前に。それではラスト1回いきます。重心後ろに引いて上げられるところまでつま先をアップ。それでは足首を下に下げていきましょう。10回。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、結構です。重心前に持っていただいて、手を少し前に振って前の足を引いていただいて、はい、いかがでしょうか。皆さんね、一度立ち上がっていただいて足の状態とかね、確認してもらったりすると随分変わっているかなと思います。はい、皆さんいかがだったでしょうか。結構ね、ハムストリングス、もも裏ね、伸びたんじゃないかなというふうに思います。このお尻を引く位置とか、あとはつま先をね、上げる角度とかをしっかりと行っていくことで、体が比較的柔らかいという方でも、しっかりとストレッチ刺激を加えることのできるワークになっております。逆に、最初のポジションでもすでにきついよという方も中にはね、いらっしゃると思いますので、そういった方はですね、無理にお尻を引くのではなくて、そのポジションをキープ。そして、慣れてきたらちょっとだけお尻の位置を後ろに下げていく。そういったようにですね、ご自身でペースをですね、調整していただきながら実施してもらえるといいかなと思います。
そして今日は基準として10秒間だったり回数10回というふうな設定にしておりますが、もう少しね長く伸ばしたいよという方は再生速度変えていただいてもいいですし、もしくは時間をですねちょっと長めに取っていただいて実施していただければと思います。ハムストリングスはねすごく大事な筋肉で、皆さんすごくね硬くなりやすいような要素でもありますので、ぜひ時間をかけながらですねゆっくりと伸ばして、より歩きやすい、よりいい姿勢、より健康的な体、そういったものにつなげていっていただければと思います。今日の動画が参考になったよという方はぜひ高評価ボタンを、そしてチャンネル登録も忘れないようにお願いいたします。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。